時刻は午後3時を回りました。この時間からは牛ラジ沖縄から和牛へのお時間です。沖縄県宜野湾市の高台にスタジオがあります。 FM 宜野湾より生放送でお届けしています。この番組は吉本興業に所属しています漫才師和牛さんのことが大好きな私がぎゅっと和牛さんについて私なりの観点から語り尽くすという30分です。この番組を通して全国の講師さんたちとつながれたらなと思っています。お相手は和牛さん大ファンの私小春です。ということでこの番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com でございます。また FM ギノワンではツイキャス、YouTube でネット配信も行っています。 FM ギノワンで検索しますとすぐに生配信が見れるようになっています。そちらからもお気軽にご参加ください。ですがちょっと今日は YouTube の方がですね午後少しだけ不具合が起こっているようなのでまた後で、はい、YouTube はもし今聞けていないのであれば改めてまたアップしたいと思っていますのでぜひ皆さんそちらの方も見ていただけると嬉しいところです。はい、今いろいろと、はい、みんなで調整中でございます。そしてツイキャスと YouTube の他にもですね、リスンラジオというアプリの方からも聞くことができます。こちらは、なんと音楽も一緒に楽しめることができるので、ぜひそちらからもですね、聞いていただきたいなと思います。全国どこからでも、はい、こちらの方も聞けるので、ぜひお願いします。はい。うん。今日は4月16日金曜日の放送でございます。はい、ということでですね、まず今日4月16日なんですが、昨日4月15日木曜日はなんと和牛のボケ担当の水田くんのお誕生日でございました。41歳おめでとうございます。はい、水田真嗣くんっていうのはなんかやっぱ変なおかしいですね。水田くんって言ったらしっくりくるけど、水田真嗣さんの方がはい、まあ置いといて、はい、水田くんが昨日41歳のお誕生日を迎えられたということでファンも歓喜でございました。ツイッターのタイムラインがですね、水田さんお誕生日おめでとうございますっていう風に、本当にまたほっこり可愛らしいお写真とともに皆さんの熱いメッセージを一緒に添えた、はい、和やかなとてもいいタイムラインになっておりました。はい、また和牛のお二人がこの担当されている番組とか、はい、その番組のアカウントの方からもですね、水田さん誕生日おめでとうございますみたいなね、そんなツイートも、はい、見れたりして、なんかすごく私までなんか幸せなハッピーな気持ちになれました。41歳か、全然なんか見えないですね。お若いですよね、本当に。なんか時々この和牛さんお二人の若かりし頃の写真とかも時々ツイッターのタイムラインであったり、まあいろいろな場所で見ることできると思うんですが、時々、はい、私も拝見させていただいてるんですが、若い頃はやっぱりこの、なんていうんだろう、細身なんですよね、ちょっと。で、今は、あ、でも最近はこう、なんかダイエットもされているっていうお話も聞いたりしているんですけれども、はい、この、年々、なんだろうな、可愛さが増していっているような気がするというか、でもその可愛らしい見た目とは裏腹にめちゃくちゃ努力家で頑張り屋さんで、すごくなんだろう、職業気質なところがかっこいいなと、はい、思っております。なんかやっぱり曲げないところ、
芯が通ってる、もう一直線でこうパッて進んでいくところが本当にかっこいいなと思うんですけれども、それでも自分のペースを乱さずに本当に一歩ずつ一歩ずつ進まれているところが私は本当に大好きだなと、好きだし尊敬できるところでもあるしっていう風にですね、はい、思っているところでございます。はい、あんなお肌ピチピチの40代素敵じゃないですかそうそうそう、お肌もこう色白でとっても綺麗ですよね、肌ツルツル羨ましいなって、あの女性である私が思うぐらいお肌が綺麗なのも素敵だなって思ったりしますねはい、ということで昨日4月15日誕生日を迎えられた水田くんに向けて、私の方からも一曲、私がまた好きな歌ですね、はい、バースデーソングの中でも好きな歌をお届けしたいなと思っております。それではここで一曲です。 Dreams Come True でハッピーハッピーバースデー、ちょっと短いけど、清潔感があるから山内さん46歳と比べてどうよ。あーでも山内さんも若いな、試写購入したら50歳ってことですよね。そう考えると山内さんも若いっていうか、もう最近のって言ったらいいのかな、わかんないけど、この周りにいる40代の男性、まあ、女性もそうなんですけど、若い皆さん、西田君も若い、どういう生き方、年の取り方をしたらそんなさ若くなんか生き生きとしていられるんだろうって思う、本当に。まあ今日早い、いい感じですねパン買ってこいさあ、本日も牛ラジお届けしています。ツイキャスからのコメント紹介していきましょう。ひふみさん、ごっくんちょなぎすけさん、疲れたら牛ラジ、こんにちは牛、ありがとうございます。カープボーイさん、小春ちゃん、皆さんこんにちは。番組 YouTube で聞いていたからだと思うけど、このあ、和牛さんの番組がおすすめで入ってきたよっていう風に来てる。へー、え、これ和牛さんの番組、私の牛ラジではなくて和牛さんのモーモーラジオのことかな。そうかそうか、もしよろしければカープボーイさんもお時間あるときに聞いてみてください。よろしくお願いいたします。どんどんこうみんなをズブズブと沼に引きずり込もうとしている、はい、そんな今日も京都てですね。はい、ワゲットかっちゃんさん、
コッハー講師の皆さん、牛日は牛日はいいですね。ありがとうございます。ナルトラスさん、はいどうも。沖縄大好きさん、コッハー呼びかけられた。ニセカベさん、小春ちゃんこんにちは、牛。カフーポンタさん、コハ牛、お久しぶりですね。ありがとうございます。石ころさん、和牛もっこりすごい、もっこりは貫き通すんだまあでもオリジナルの、ありがとうございます。あ、ニセカベさん、水田さんおめでとうございます、拍手と来ております。はい、水田くんが41歳を迎えられて、今日が初のそのラジオとなるので、またいろいろ番組の中でそういう話も話題も出てくると思うので、今日がまた楽しみでございます。はい、カポボイさん、水田くん、小春ちゃんと同じ4月なんだねって来てるんですが、そうなんですよ、嬉しい。だから4月15日は何座かな、ギリギリお羊座とかかな。私お牛座なんですけど、4月後半なので。そう、私ももう今月で25歳になるんですよね。頑張ります。はいはい、そして、石ころさんか、水田くん同級生だって来てます。石ころさんも41歳、今年で41歳なんですか。誕生日いつでしょうか。みんな若いな、40代若いな。皆さん元気の秘訣教えてください、パワーの秘訣はい、そして武蔵さん、小春ちゃん、リスナーの皆さん、こんにちは、牛牛牛もうもう、生放送お疲れ様ですと来ております、ありがとうございます。はい、そしてシーサーさん、小春さん、はい、サイクス用中がなびら、こんにちは、牛ですと来ておりますね。シーサーさんもありがとうございます。4月10日はお羊座、水田くん15日なんだよね。ってことは中旬までお羊座なのかな。はい、そんな感じでございますね。はい、ということで、まあ、先ほどもちょっと述べさせてもらったんですけれども、改めてちょっと小春的水田くんの好きなところをちょっとここで今日お話しさせてもらいたいなと勝手に思っていますまずですね、やっぱり水田くんの好きなところといえば笑顔、あのほにゃーってなる、目が細くなる、なんだろうな、もうなんか本当にマス、すごくいい意味でですよ、もちろんマスコットキャラ的な、なんだろう、もう笑ったらとにかく可愛さが溢れ出てくる、あの癒しの笑顔ですね、スマイル、まあ、もちろん笑顔って大切ですからね。はい、時々こう思いっきり笑ってるふにゃっとなる笑顔にキュンときます。あとは先ほどもお話しさせてもらったんですが、やっぱり自分の意思がこう強いところ、芯を曲げないところですね。はい、まあ、和牛のお二人はおじいちゃんになっても漫才をずっと続けたいねっていうお話をされているぐらい、本当に漫才に趣を、はい、重きをか置いている方たちなので、そのブレないところが本当にかっこいいし素晴らしいし、見習いたいなって思っています。勝手にもう人生の師匠と呼んでいる。はい、あとはこのまあ職業気質っていうところですかね。なんか水田くんってやっぱりもともと料理人だったっていうこともあるし、まあ、今は漫才師として、はい、すごい努力家というか頑張り屋さんというか一途に頑張ってらっしゃいますけれども、はい、そういう部分も好きですし、あとやっぱり一生懸命ですよね。なんかいつもこうありのままというか、あまりこう自分のことを包み隠さずオープンな部分もあるのかなって思ったり、はい、なんかあの等身大な水田くんがやっぱりなんだろうな、可愛いなと思えるところでもあるのかなと思ったりしますね。はい、あとはそうですね、やっぱりさっきも言ったんですが、普段は可愛らしいんですよね、水田くんって。まあ、見た目ビジュアル的なもん、お話になると可愛らしいし、
なんかもう本当に私が羨ましいなって思うくらい本当にお肌も綺麗で、もうなんか赤ちゃんみたいな本当にお肌だなって思ったりするんですけど、でもその見た目とは裏腹にやっぱりこの漫才とかお料理で見せるこの本気の顔つき、本気モードになった時の目つきとか顔つき、切り替わる瞬間、あの情熱大陸さんとかでもそういう瞬間垣間見れたと思うんですけれども、はい、そういう部分もとても好きだったりします。はい、っていう感じでございますね。なんかもう語らせていただきました、光田くんの好きなところ。はい、もう今年、まあ去年からか、去年からさすがにもう中止というかすごく規模縮小でやっている沖縄国際映画祭、もちろんこの状況になる前まではこのたくさん吉本の芸人さんたちもこう沖縄に来てくださっていろいろトークをしたり漫才を披露されたり、はい、イベントに、まあ、ゲストとして出られたりと本当に充実した数日間に、はい、沖縄国際映画祭では、まあ、通年なるわけなんですけれども、まあ、今回もですね規模縮小で、はい、開催されるっていうお話はお伺いしましたが、やはり県外から芸人さんたちがね、芸人さんとか芸能人の方たちが来ることはもちろん今回も、まあ、あのお休みというかないということにはなってるんですが、2年前かな、そしたら私が本当に多分社会人になりたてぐらいの時だったと思います。沖縄国際映画祭でですね和牛さんが来るよっていうことで、本当に私がいつも行くあの大きなデパートがあるんですけど、そこに来るっていうことなので、本当にもういつも行くところに和牛さんが来るのかっていう、なんだろう、現実味があんまりない、はい、状況の中で、まあ、お友達の子牛の子たちとですね一緒に、はい、行かせていただきましたが、和牛さんが来るってなってすごいんですよ。もうファンの方たちが殺到して、もう今では本当に考えられないもちろんこの和牛さんがいらっしゃるこのイベントのブースの周りにももう1時間前ぐらいから人がこうバーッと並んでて、もうなんなら上をこう見渡すと2階3階とみんな上から和牛さんのことを応援しているというか見てるんですよ。本当にあの時はびっくりした。やっぱすごいな和牛さんっていう風に改めて私が身をもって感じた瞬間だったんですけれども、私は本当にラッキーなことにあのそのイベントブースの結構前列の方で見ることができたんですよ。もうねこのデパートが開く時間ぐらいから行って何時間も待って、まあね、たくさんいろんなお店があるから全然退屈はしなかったんですけど、むしろ楽しんでたんですけど、待ってる間も。で和牛さんが来た時にわあ本当に存在するんだみたいななんか変な感覚でしたよ。本当にいつもこう画面越しで応援させてもらっている和牛さんが今目の前にいる、本当に生きているんだみたいな、本当に二次元の世界を体験しているような感覚でした。でですね、その時に本当に感動したのが、多分ね最初に川西さんがこう歩いていったんですよ。川西さんの後に水田くんがこうずーっと歩いていく感じで、で周りには小さい子供たちもいて、やっぱ子供たちも和牛さん好きなんでしょうね。わーって言ってこう手をタッチしてタッチしてみたいな感じで手を出してたんですよ。もう優しかったの、優しいなと思ったのが、やっぱり一人一人にきっちり、まあもちろん、たくさんの手があったから、みんなに触れることができたかは、そこは難しいことかもしれないですけれども、しっかりこう真摯にですね、タッチもしっかりしてくださっていまして、川西さんなんか、私も、もう固まってたんですよ、めっちゃ。和牛さんだっていう、もう固まってしまってたんですけど、
なんか急に冷静になってポンって手を出すことができたんですね。そしたら川西さんが最初はこうスーッとなんて言うんだろう、あの通り過ぎていったんですけど、多分気づいてくれたんでしょうね。こう振り向いてわざわざどうもみたいな感じでタッチしてくれたんですよ。でその後に水田くんはしっかりこう目を合わせてありがとうございますみたいな感じでこうタッチ、ハイタッチを返してくれたっていうのが本当に印象に残っていて、もう本当に本気で、もう今では本当にありえない、まあ、こんなこと言うのもあれですけど、もう手を洗いたくないって思った、初めて。いやもう友達の更新なんか泣いてたし、こうしちゃん後ろでもうそんなこともありましたね。なんかこの時期になるとなんか本当に思い出す、鮮明に。ちょうど4月上旬とかだったかな、もう沖縄もだんだん暖かくなってくる時期の話だったので、この時期になるとこの和牛さんとのですね思い出、まあ、勝手にまあまあ鮮明に思い出しますね。早くこの状況が落ち着いて沖縄国際映画祭とかもう一気にいろいろな芸人さんとか芸能人、また女優さんだったり俳優さんの方たちもいらっしゃるので、沖縄に集結するのでこの数日間で、こんな機会ってめったにないと思うので、本当に早く収束してこのイベントもまたみんなで楽しく、はい、盛り上げていけたらなーってなんか最近しんみりと思っていました。なんか寂しくなりましたね、写真とかこう振り返って見てたんですけど、はい、そんなこともありましたね。はいはい、懐かしい、なんか、うん、ということで、あっという間ですね、もう残り時間短くなってまいりました。今日もメールが来ているんですけれども、時間がない最後にじゃあ一旦ここで唐突に久しぶりのぎゅうぎゅうクイズお届けさせていただきます。もう今日はクイズだけ私の方で言うので、答えは来週皆さんに答えていただこうかなと思います。どんながいいんだろうねこれ。とりあえず一丁行ってみましょうか。はい、ということで水田くんがお誕生日だったということもあって、今回は水田くんバージョンのぎゅうぎゅうクイズでございます。早速いきます。第1問、水田くんは芸人になる前料理人でした。水田くんが7年間修行していたお店は和食のお店か洋食のお店かどちらでしょうか。続いて第2問、水田くんは愛媛県出身ですが、まあ、この番組でも使わせていただいています、疲れたら愛媛、はい、の歌にもあるように、はい、水田くんは愛媛県出身ですが、その中でも愛媛県は何市の出身でしょうか。続いて第3問、まあ、先ほどもですね料理人だったっていうお話をさせてもらったんですが、そんな水田くん、ある歌を歌いながら大根のかつらむきを披露するという芸を持っております。そのある歌、そしてアーティストとは何でしょう。しかも原曲で歌うんだよこれはい、ということで皆さんなるべく調べずに、はい、来週お答えいただきたいなと思います。まあ、調べ、そうだな、うん、なるべく調べないで答えていただきたいなと思います。でも、まあ、知ってもらうという入り口に立ってもらいたいなって思う気持ちもあるので、どうしてもうーん分かんないっていう方はもう今回は OK、 調べてもこんなゆるゆるなさクイズコーナーあるごめんなさい皆さん、今日はこの辺でお時間となります。千葉中推さん、今日メール届いてたんですが、手紙か、また来週紹介させていただきます。
ごめんなさい、千葉な講師さん、いつもありがとうね。水田くん、良い41歳を。そう、愛媛出身なんだけども、愛媛の中でも何市の出身かっていうクイズですね。全然ごめんなさい、ツイキャスも全然拾えなかった。はい、わ、コウタさんありがとうございます。待って、めっちゃいい情報があるんだけど、このライカムの何、芸人さんのステージ、日曜日のライカムステージくらいリモート出演か、これちょっと調べてみよう。私ありがとうございます。沖縄大好きさんもその感覚わかるって来てますね。ね、なんかもう本当に本当に実在するんだみたいな気持ちに陥ってしまいますよね。笹国さんありがとうございました。皆さん、待って何、ひふみさん2番って何、私洗濯問題、あ、和食洋食のどっちかの話かな。1トンタンで修行に山口市。リスナープレゼントで当たってたよって言ってる。コロリン、石ころすぎが。でもなんかリスナー愛が面白いな。リスナー愛とかリスナーのなんか。面白かった。ではツイキャス一旦。あ、でもライブ30分延長できるなあ。一旦切りますか、そのままにしておきますか。そうなの、切って、はい、あの多分 YouTube 今日これを上げないといけないかも。そっか、じゃあ